どうもこんにちは、女子プロのおうち行っていいですかのお時間です。本日はですね、こちらで今話題のマイナビネクストヒロインゴルフツアーに参戦中のあの女子プロに会いに来ました。それでは行ってきましょう。です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。上野日向選手はプロテスト合格を目指す21歳、2019年からマイナビネクストヒロインゴルフツアーに出場し、そのルックスとプレーで人気の選手となっています。マイナビネクストヒロインゴルフツアーとは、将来レギュラーツアーでの活躍を目指す若手女子ゴルファーが参加するゴルフトーナメント。賞金がかかる実践の場を提供し、その経験から将来レギュラーツアーでの活躍を願ったゴルフツアーなのです。上野日向、かわいいですね。はい、気が強いし、なんか、はい、結構何かあるとすぐ泣いてます。あ、でもおもろいかもしれない。はい、結構すぐ泣いちゃうタイプ。マイナビネクストヒロインゴルフツアー3戦目、レジーナカップ最終ホールでトップと並び、プレーオフに持ち込んだ上野選手でしたが、1ホール目でこのバーディーパットを外し、初優勝を逃しました。ちょっとあれですね、ちょっと読めてないですね。試合後、実況席に呼ばれた上野選手は、悔しいねえ、なんかもう、ね、はい、手が震えちゃってて勝ちたかったんですけど、また次の試合で勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。泣きすぎとかすごい言われたんですけど、なんか自分でも、はい、よくわかんないんですけど、まあ、悔しかったっていうの。カメラが映してもらってるとこ、結構泣いてるシーンが多くてちょっと気をつけようって思ってるんですけど結構増えましたね。応援してるよとかすごい言ってもらえることが多くなって、ゴルフ場に行っても声かけてもらうことも結構多くて、マイナビも見てるよって言って応援してくれてるので、はい。あ、早い。あ、どうもすみません。お招きいただいてありがとうございます。はい、じゃあ本日はちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。あ、なんか、あ、いっぱいいる。巨人の坂本選手に会ってサインをいただいたときに、はい、坂本さんのファンで。そうですね、はい。こちらはちなみに、タイガーマスクの佐山さん、はいはい、初代タイガーマスク、この間会ったときにいただいて。知ってました、この人。いや、わかんなかった、はい、でもなんかタイガー、うちタイガーマスクっていうなんかは知ってたんで、やっぱプロのお部屋にはもうちょっとなんかいろんなものがあるんじゃないかと思うんですけど、はい、女子プロのお部屋、お邪魔してもいいですか。あ、違うか大丈夫です。じゃあすいません、案内よろしくお願いします。はい、行きましょう。お邪魔します。こちらが女子プロの部屋です。行ってみましょう。お邪魔します。はい、もう全然、はい、何もないんですけど。すごい。ごめんなさい。もう何にも本当に見せるものがなくって。いや、でもシンプルで。はい。綺麗なお部屋です。置くものがない。え、このぬいぐるみ系は好きなんですか。はい、なんか試合とか行った時に、
その UFO キャッチャーをたまに、うん、あのショッピングセンターとかでご飯食べ行った時に、うん、あったらやるんですけど、うん、ここの2つはそうで、うん、ここは友達とディズニー行った時に一緒に買って、はいはい、得意ですか？このなんかあの3本線のアームあるじゃないですか、うんうん、あれは結構得意な方です。はい、そしてはい、本当シンプルですね。溢れてるな。こちらの部屋はこちらの部屋は一応なんか、まあ、ストレッチとかしたりとか、はい、はい、あ、ゴルフの部屋なんですか？そうですね、一応ここが全部ゴルフのウェアとかも全部入れてて、はい、今試合の時もここでウェアを何回も何回も着替えて気が済むまで出ました。あ、そう、これもなんかサインもらって、はあ、はい、坂本さんにサイン、坂本、はい、あれ？これもかな？そう、ここにサインいただいて、そう、あ、その22番は小林選手も好きで、はい、2人を、はい、2人が大好きで、なんか他にありますか？他に、はい、他にありますか？クローゼットの中にいいとか、クローゼットの中、見ても別にそんな、ああ、でもそう、あ、なんか上はちょっと汚いんで、上はじゃあ上取ってもらってそう、ちょっと上は、あ、はい、はい、に、うん、いただいたやつ、ここ全部そうかな、ここも、はい、で下も、はい、ベルトとかも全部いただいて、はい、でも、はい、そのくらいですね。すごいですね。これ、ほとんどですか？そうですね、ここにあるのはもう全部、はい、ここからここまで、あと下もそうだし、はい、なんかすごい、うん、いい関係性ですね。はい、もうありがたいです、本当に。つかないでやるようにはして、ちょっとね、ちょっと一体今何を追っているんでしょうか。これでこの段階でもう分かんない人多分日本人じゃないさあ、形がいよいよまだです。いよいよまだです。全然いよいよまだです。全然です。お分かりですね、皆さん。はい、爪が邪魔なんでネイルしたんだろう。顔曲がっちゃったけど、いいですか？できましたか？はい、ちなみにこれはツル、ツルです。すごいですね、まあ、もうこれ完全な特技ですね、俺らの。特技ですかね、特技にします。特技になりました。